はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。1時45分ですね。11月は24日の金曜日でございまして、どうなったでしょうか。日経平均はと言いますとプラス216と、香港ハンセンはマイナス247、ちょっとだけ戻してますね。その他あんまり変わらずですね。忙しい、ドルオンはですね1304というところです。朝ねものすごいトリッキーな動きをしたんですけど、その後はまともな相場形成をしているように見えなくもないですけどね。グラフはめちゃくちゃでございますね。私今1分そこ見てますけど、はい、さて、昨日ラグビーのね、軽装戦、世間では早慶戦というそうですけど、私は立場上軽装戦とですねこう言わざるを得ないですね。早慶戦って言うというのが、もしかしてバレたらですねお前と言われて怒られるわけでして、一応ですね慶応早稲田のラグビーの試合があって国立であったそうでございまして、2時頃がキックオフでですね、それを見に行ってたですね私の飲み仲間おっさん連中が約3名いましてですね。で、早稲田1人と慶応2人かな、一応慶応2人かな、で行って、その後でですね行きますよっつってここに来てですね5時前に着いたんかな。ちょっと早いなかお前らと、5時着ちゃうのとか言いながらですね、まあ一応用意をしていたんでですね、この部屋でですね持ってきた酒とかつまみとかをですね食ったり飲んだりしながらぺっちゃぐちゃですね10時過ぎまで喋ってましたね。おっさんの軽装戦、まあ試合ねなかなか面白かったみたいですね。残念ながら慶応負けましたけど、まあええね別にそんなもんもこの年になったらねどっちが勝とうがええやん別にという感じでして、ただ約1名ですね一番若い慶応の人間がですね悔しいって言ってました。そんなもんかいと。で早稲田約1名なんですよね、1対3なんですけど、早稲田のやつがですね、いや今日の試合は面白かった、ものすごいいい試合やったと、そのなんかね会場ね国立5万入るところ2万3000か2万8000からしいんですけども、もう早稲田が8割って言ってましたね。でおっさん3人おっさん3人か3人のうち2人 KO でしょ。で1人だけわーって一生懸命応援してて周りから浮いてたって言ってましたけど、あ残念でしたと。まあ下馬評というか早稲田強いやんという感じで来てましたんでですね、勝ったら36年ぶり、じゃあ26年ぶりなんか忘れましたけど、そんなこと言ってましたね。全興味ない、全然興味ない、まあ、大きな声では言えませんけどね。だから楽しかったですよ、その早稲田慶応というかもうその話しかしてませんでしたけどね。その大学についてはあの甲子園で夏甲子園慶応高校が優勝したでしょ、あの時にアホな話が一つ知ってる話をして、塾校のやつらがどんだけアホなことをしてたかという話をですねメラメラと私は喋ってたんですけど、まあまあそれはええとしまして、もうね一番若いので40代後半かな、他の2人は50代なんですけども、関係ないんですよこのおっさんになると、どこの学校出たかなんていうのは。それでその新卒で就職した会社にずっといるっていうやつは1人もいませんし、4人昨日飲んだ中でですね3人はですね自営業ですね、自営業、まあ法人にしてる人もいれば個人の人もいましたけど、で約1名ですね一番若い慶応がですねサラリーマンで、でそのサラリーマンの愚痴をずっと聞いてますけど、ああそう大変ねふーんと言いながら、いやもうね関係ないですよここまで来たら、もう40も半ばになったらね学校関係ないですよ、まあそういうね試合があったりするとですね熱心な人は見に行くみたいですよ。この前ね明治を卒業した不動産屋さんがやってきて仲いいんですけど、でその明治話をしたんですけど、やっぱり行くんですって、試合神宮とかあとラグビーも行くんですって。でそのどっかのラグビー場は芝生の観客席あって、
そこに集まって同窓会みたいにして、この、芝生寝そべながら、酒飲みながらですね、いや試合を見ながら同窓会やる、同窓会というか、まあまあ飲み会やるんですね、おっさん同士の。ふーんってやっぱやってるねっていう。まあ、東京のね、大学であれば、そういうことも、まあ、六大学であれば神宮に行きゃね、楽しいですやん。僕、六大学六大学か。六大学、神宮に2回行きましたけど、2回とも東大の学生席入りましたもんね、って。東大ちゃうのに。やったら、空いててんねんもん。東大立教戦、2回とも立教やったんだよ。東大法政戦やったかな。忘れたけど、とりあえずね、あそこでわーわー騒いでたらもう楽しいやん。で、こそっとウイスキー持ち込んで、一時勝手に飲んでる。ほんまあかんねんけど、みたいな。もうね、関係ないですよ、もう女も40過ぎたら。ただのそうやってね、神宮行くとかね、京葬線があるとかね、まあその、そのレベルであってですね、もうこう、なんていうか、社会的信用というものにはですね、その学校、どこの学校出たというのは、ね、もうなんていうか、付随物でしかないわけですよね。まあでも若い人にとってはですね、まあ偉いことですよ、それは。受験生とかにとっては。で、日本はこの程度なんですけど、お隣とかね、その向こうの中国とかはもう恐ろしいようになってるわけですね。朝鮮ラインにこんな記事が出てましてですね、11月24日ですが、今日か。あ、ちゃうわ、ちゃうわ、これはちゃうわ、こっちや。昨日のはず。これは昨日やと思うんですけど、あ、23日ですね。あれ？ちゃうやん。ちゃうやん。ちょっと待って。すいません、探します。あ、これや。ですね、これは今日の11時38分。私は弁護士だ。お前の人生もめちゃくちゃにしてやる。韓国の共通テストで不正行為を摘発された受験生の保護者が監督官に抗議というタイトルでですね、この前、いわゆる日本のセンター試験みたいなのがあったんですけども、そこで不正をやっていたですね、受験生がバレてですね、摘発されたんですね、摘発みたいなことされたんですね、受験生の行為を不正行為として処理した。不正行為として処理されたんで、多分0点になるんでしょうね。修学能力試験の翌日、受験生の保護者はこの教師が勤める高校に訪ねていき、教職から引かせるとして一人デモを行ったという。向こう一人でデモしたりするんですよ。受験生の母親に続き父親も同日教師のところに行ったほか、電話で私は弁護士だ、うちの子の人生をめちゃくちゃにしたのだから、お前の人生をめちゃくちゃにしてやるという趣旨の話をしたとのことで、これ、まあ日本で言えばちょっとした犯罪かもしれませんね。21日にも受験生側は校門までデモを行った。これを見て恐怖を感じた教師は病気休暇を取って学校に出勤せず、強権保護委員会、強権保護委員会じゃないやろ、の開催を申請したという。学校が防犯カメラ映像や音声ファイルを韓国教育庁に提出した。試験監督の所属は非公開が原則だ。ソウル教師労組は、要はその試験監督でですね、その子のですね、不正を暴いたわけですね。チャイムが鳴ってからもこう答案に書き入れてたんですって、まあ、それくらい見逃したりやと思うんですけど、まあまあ、教育庁と教育部は、修学能力試験監督官の個人情報保護や脅迫を受けた際のマニュアル作成など、再発防止策を講じなければならないと話している。まあね、まあええんですけど、お父ちゃんの弁護士出てくんなよ、お前。あかん、まあ一応ね、ばれたわけですから、もう知らない、もう1年また来年やろうやということにならないんですかね。中国も韓国もそうなんですけど、いわゆるルールを守る、あるいは法律を守るという意識が日本とは違うんですね。だからですね、ずるいことをやってうまくいけばもう大成功という感じなんですよ。日本ってそれやるとちょっとやましい気持ちになるでしょ、普通の日本人はね。僕は全然やったみたいな感じになるんですって。だからやらない方がアホやという、まあ、そういう意識が強いらしいですね。カンニングは当たり前なんですよ。まあね、でもまあこういう話を聞くと、ってお父ちゃんの弁護士出てくるのかと、まあ、
まあ確かにこう日本以上のっていうかもうめちゃくちゃなですね、あの学歴社会なんです。僕今でも覚えてるのはね、若い頃に韓国行ってですね、あの一日タクシー案内してくれるんですね。でずっと同じ人と喋ってるでしょ、日本語ですよもちろん。で喋ってていろんな学校の話になって、要はお前はどこやって聞いてくるんですよ。いやこいつらにどうしたって言うとも分からへんからね、慶応って言うのかなと、慶応やったら知ってるやと思って、慶応とかって言うたらですね、わあすごいすごいすごい、うちでは4世やとか言って、4世4世うーんとか言って、それだけよく覚えてますよ。ええ、態度変わりましたよ。まあそういう国ですからね、こういうこともしたくなるのは分かりますけど、ちょっと行き過ぎで、やっぱり違和感は感じますね。一応この著作オンラインのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。